ボートトレイン、ボートトレイン、ボートトレーン、あるいは戦車連絡列車は、船と連絡を図る目的で港へ乗り入れて、運行された列車である。なお、ボートトレイン、ボートトレーンと呼ぶこともあるが、日本国有鉄道、国鉄の公式編纂した、鉄道用語辞典では、ボートトレインで掲載されている。本項目ではそれらのうち、 明治時代から昭和三十年代まで日本国有鉄道、国鉄の路線で運行された列車について記す。第二次世界大戦後の1950年代までは日本から欧米に旅行する際には主に船舶が使われていたが、それは日数も運賃もかかるものであり、一般の人が気軽に使えるものではなかった。ボートトレインは、それら海外への旅行者と見送り客の都市から、 港までの便を測って運行されることになったものである。その創始は、1912年、明治45年に、福井県の敦賀から、ロシアのウラジオストクまでの航路に接続する形で、航路の運行日に限る東京駅金ヶ崎駅、現、敦賀港駅間の運行の開始であるとされる。1920年、大正9年7月23日には、 神奈川県横浜市の横浜港からアメリカのサンフランシスコへの航路に接続するため東京駅横浜港駅間で運航が開始された。その後、神戸港駅、兵庫県がヨーロッパ諸国、長崎港駅、長崎県が中華民国の上海、新潟港駅、新潟,新潟県が朝鮮の有機への航路に接続するボートトレインが運航されるようになった。しかし、 第二次世界大戦が開戦されてしばらくするとヨーロッパへの航路はほとんどが運航できなくなり1941年に入り日米間の関係が悪化するとアメリカへのボートトレインも時刻表には時が掲載されていたものの実際には全く運航されなくなった1950年代に入ると航空機が海外への交通路の主流になったこともあって ボートトレインは設定されなくなったが、例外的に1957年、昭和32年8月28日から1960年、昭和35年8月27日の間経営横浜公駅間にボートトレインが、日川丸による横浜シアトル間の航路に接続して、運航されていたことがあった。また、2010年代には、秋田港に入港する、 クルーズ客船に接続する列が運行されるようになり、元来は貨物駅だった秋田港駅に旅客ホームが常設された。横浜港駅は東海道本線の支線上を1911年、明治44年9月1日、横浜港に扱い所という横浜港における船舶と貨物の積み替えを行う貨物駅として開業したが、前述の通り1920年、 大正9年7月23日に東京駅横浜公駅間で日本優先の横浜サンフランシスコ間航路に接続するボートトレインが運転開始された。そのルートは東京駅から東海道本線を進んで鶴見駅から分岐する貨物線通称高島線を経由して横浜公駅に至るというもので当初の途中停車駅は新橋駅 品川駅、大森駅であったが、後に、大森駅は、京浜線電車、現、京浜東北線専用駅となったため、停車駅から外された。1934年、昭和9年12月1日実施のダイヤ改正時には、下記のような時刻で運転されている。なお、戦前の時刻表には、このようなボートトレインの時刻もすべて掲載されていた。戦時中は、 運行が中断されたが、前述のように1957年、昭和32年8月28日から、氷川丸による横浜シアトル間航路に接続する列車として、東京駅横浜公営機関で運行が再開された。戦後の列車は市販の時刻表には掲載されなかったという。1959年、昭和34年頃には、東海道本線区間は、 EF58 系電気機関車の原因となり、鶴見駅で運転停車して8620系 C58 系蒸機機関車との付け替えを行うようになった。同年7月26日に運転された列車は、ちょうど宝塚歌劇団がアメリカ公園へ向かう便に接続していたため、見送りファンの輸送に備えて重量という、長大編成を仕立てたと言われる。そして、 航空機の時代になりさらに日川丸が老朽化して運行が次第に困難となったことから、動線による最後のシアトル航路が横浜を出航した1960年、昭和35年8月27日に運行された3 2 3 1 3 2に列車。時刻は下記をもって、ボートトレインの運行は終了した。その後横浜港駅では、 1970年、昭和45年10月の高島線からの蒸気、機関車引退の際に、東京駅横浜公営機関で D51 系蒸気機関を使用した記念旅客列車が設定されたが、その際にボートトレインが発着したホームを使用している。また、1980年、昭和55年6月には、横浜開港120周年を記念して、 横浜港駅には入線しなかったものの、高島線で王子のボートトレインを再現した列車が C58 系、梅工事蒸気機関車間所属の1号機の経営員で運行されている。横浜港駅は貨物駅としてその後も存続したが、1982年、昭和57年11月15日に横浜港信号場という信号場に格下げされ、 1986年、昭和61年11月1日に、港への路線と同時に廃止された。その後、1989年、平成元年3月25日から10月1日までの、横浜博覧会開催期間中は、財団法人横浜博覧会協会が、鉄道事業免許を取得して、横浜博覧会協会輪行線としてこの路線が、利用された。 博覧会の会場ゲートがあった桜木町駅近辺、日本岸駅を設置から山下公園の日川丸付近、山下公園駅を設置まで旅客列車、機動車の運行が行われたが、同博覧会終了とともにこの区間は廃線となった。1997年、平成9年から2002年にかけて横浜港駅へ向かう路線の廃線跡地は、 順次山下林高専プロムナードという名称の歩道として整備され、鉄道の線路設備は撤去された。現在は、汽車道という愛称で呼ばれており、横浜港未来21地区の観光名所にもなっている。横浜港駅跡のボートトレインが発着したホーム跡地も整備され、現在は、プラットホームと上やお及びレールが再現されている。1931年、 昭和6年9月1日に上越線が全通し、その後満州国が建国されて、新潟市の新潟港、後の新潟西港から有機、清津への航路が開設されると、東京から満州国の首都新京、現、長春への最短路として、東京新潟有機、後に、ラズへ変更から、新京のルートが注目されるようになった。そのため、新潟ラ航路には、 新型船が多く投入されて、本数も増やされた。それにつれて、船舶との連絡支弁を図り、新潟港近くへの直通列車を走らせる構想も高まり、1940年、昭和15年10月より下りに限り、新潟港近くまで引かれた専用船を使用して、新潟駅手前の沼水駅、現、貨物駅で、急行列車の一部車両を切り離す形で、 新潟港への列車の直通運転を開始した。1942年、昭和17年には、鉄道省が専用線を買い取って、新潟港の中央不頭近くに新潟港駅を設けたので、直通車両も新潟港駅までの乗り入れの形になった。同年11月15日開成時の様子は、下記の通りである。 しかし間もなく、戦争の激化で航路の運行も難しくなり、この船舶接続列車も翌年2月の段階で消滅した。新潟港駅は貨物駅として存続したものの、1986年、昭和61年10月20日に廃止されている。鶴ヶ港駅は1919 19年、大正8年1月11日に解消されるまでは、金ヶ崎駅と称し、 北陸本線の最初の区間が開業した1882年、明治15年3月10日には開設されているが、その後路線が福井、富山方面に延伸されると猛町線と化し、1897年、明治30年には旅客扱いが廃止されて一時貨物駅となっていた。1九百二年、明治十五年に、鶴ヶ港から浦ラへの航路が開設され、 1910年、明治43年に、日本から、東西鉄道への国際連絡運輸が開始されると、その重要性が増したことから、東京駅より金賀駅まで、ウラジオストック航路へ接続する直通列車を、設定することになった。1912年、明治45年6月15日に、下りは、夜行急行列車、上りは、特別急行列車に、 東京駅前払い機間で閉結される形によって運行が開始された。しかし、第一次世界大戦やロシア革命、シベリア出兵などの影響で運行は間もなく休止になった。その後1925年、大正14年にソビート連邦との国交が樹立され、1927年、昭和2年に日本から欧州への国際連絡運輸が再開されると、 鶴ヶ港駅への直通列車も再開された。なお昭和期には、朝鮮半島北部の有機、清津からの航路に接続する列車も設定されている。また、ウラジオストク航路も両校に寄港して、鶴ヶウラジオストク間を結んでいた。1934年、昭和9年12月1日当時の外境を示すと、下記の通りとなる。これら接続列車は、 第二次世界大戦の勃発で欧州連絡が不可能となると、朝鮮、満州方面接続としての色合いを強くするが、次第に縮小して末期は、上りのみ、鶴ヶ港駅前原駅間を走る、不定期列車が一夜あるだけという状況になり、太平洋戦争の激化で、いつしか消滅した。なお、1九9九年、平成十一年夏には、鶴ヶ港、 開港100周年を記念してイベントが開催され、鶴ヶ港駅まで長期機関車牽員による旅客列車が乗り入れたりしたが、その初日である7月18日には、大和国際連絡列車の旅として、品川駅鶴ヶ港駅間に国鉄14系客車を改造した、ジョイフルトレインのスーパーエクスプレスレインボー7両に4系、新台車5両を得た編成による、 団体専用列車が運行され、さらに鶴がウラジオストク間の連絡線に接続するという国際連絡運輸時代の姿を再現する試みも行われた。神戸港では東海道本線、JR 神戸線の六甲道駅灘駅間、開業当初は住吉駅三宮駅間に置かれた東灘、信号場から支線が分岐する形で1907年、 明治40年8月20日に、貨物駅の小野浜に扱い、あと、小野浜駅が開業して、船舶との貨物提携輸送を行っていたが、1924年、大正13年8月3日にはそこから1 5キロメートル離れた、新港第4特定、当初新港第1特定に、神戸港駅開業して、横浜港駅と同様に、京都駅神戸港駅間で、 日本優先の欧州航路に接続するボートトレインの運行が始められた。当初の停車駅は大阪駅と住吉駅であったが、1934年、昭和9年7月20日の東海道本線、山陽本線水田駅明石駅間、電車運転開始に伴い、住吉駅が電車専用駅となったため、大阪駅のみ停車に変更された。 同年12月1日ダイヤ改正時の外境は以下の通りである。その後1939年昭和14年11月1日には小野浜駅と神戸港駅が統合されて神戸港駅となるがボートトレインは第二次世界大戦勃発に伴い,いつしか運行を休止し戦後復活することはなかった。神戸港駅はその後も貨物駅として機能するが 2003年、平成15年12月1日の神戸貨物ターミナル駅開業に伴い廃止となった。長崎市の長崎港からは、上海への航路、日課連絡線が明治時代より設定されていたが、大正昭和に入ると、日中相互の連絡は、ますます盛んになった。そのため長崎でも、船の発着する日には列車を直接、港付近まで乗り入れさせる考えが生まれた。 その結果、長崎本線を長崎駅から一駅延伸する形で、長崎港駅が1930年、昭和5年3月19日に開設され、文字駅、現、文字港駅からの直通列車の運行が開始された。これら列車は、関門連絡線を挟んで、東京駅下関駅間運転の特別急行列車、急行列車にも接続していた。 1934年、昭和9年12月1日改正当時の様子は以下の通りである。その後、1942年、昭和17年7月に関門鉄道トンネルが開通し、同年11月15日に関門トンネルでの旅客輸送が開始されると、長崎港駅には東京からの直通列車が乗り入れるようになった。その時のダイヤ改正によると、下記のように、 特急、富士の乗り入れも行われている。しかし、間もなく、潜水艦の魚雷攻撃によって、船の多くが使用不能となり、航路の運行が途絶えたためこれらの列車も消滅した。その後の戦中、戦後には、長崎港駅まで工場勤務員のための通勤列車の乗り入れも行われていたとされている。なお、長崎港駅は、貨物駅として1980年代に、 休止されるまで存続し、最終的に廃止されたのは1987年、昭和62年3月31日と、国鉄分割民営化の前日であった。なお、上海航路の復活を目指していた長崎県は、その後連絡鉄道の再開も模索したが、航路は復活、その後再び休行したものの鉄道の復活は、実現しなかった。上記のほか 大阪商船及び近海優船のキールン航路汽船の出航日、入港日に台湾のキールンキールン岸壁で運転された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。